はい、皆さんこんにちは。どうも、コウギジです。お願いします。今日はもうその感じで、あのブラックネタでしょ、顔隠して言いたいことは言おうかな。誰かわかんないって、ね、なるほど。もしかしたら豊さんじゃないかもしれない。そうそう、絶対豊さんですはい、ということで、はい、今回はですね、はい、今もうプロ野球界、うん、リクエスト、うん、映像判定で結構いろいろ騒がれてるじゃないですか、うん、結構賛否両論ありますよね。まあ、たださ、はい、あのシステムのおかげで、はい、本当だったらアウトって言われて1点入ってないところが1点入って、それが決勝点になった試合もあるしな。ありますね。だから今までさ、数多くそういうのもあったんだろうね。うん、やっぱあったと思いますよ、そういうのは。そしたらもうね、太陽時代優勝してるかもわからない誤信だらけで、実はそんなに誤信だらけでしたね、現役時代もう納得するしかなかったんだ。そうですよね。なんかその一番豊さん印象に残ってる、うん、まあなんか世紀の誤信っていうんですか、そういうものってありました。まあ世紀の誤信っていうか、そこまで大げさなやつじゃないよな。ああ。だからただ、高木豊という選手がセカンドベースを守ってたんだよね。はい、おはいはい。で、セカンドランナーに、はい、バーンって入ってタッチしたわけ。はいはい。ほんで審判背中に出ているんだよ、センターの方向いて、はい、とか言ってノーとか言ってノーいやノーはないから見てないです。まあそれとか高木豊は太陽時代ね。で相手はバース掛布岡田も壮絶な打ち合いになるわけよ。で26回戦やってた昔、平均試合時間が4時間超えてんだよ。うわすごい半端ないだろ。ほぼ2試合分っすね。はい、いやそれでもう一塁審判のさ、もう長すぎるからもういいんじゃないって言ったら、一塁コーチはもう、はい、もういいですよねってアウトにしましょうよとか言って、はい、そしたら真由美さんが首位打者争いですよ。ショートに深い位置打って、あーこれ悩んだなと思って、セカンドの高木豊子が一塁のバックアップに走ってた、はい、アウトーとか言って完全にセーフなんだよ。そらないよとか言ったら、その一流紅茶の榊原さんっていうのも、おい、それはないだろうとか言ってたら、はい、前言ったやないかって、そこであとにせえ言ってる。まあ、そういうなんか味があったね。それはで、俺が3割かかってて、完全な内安打なんだよ。アウト言われて、ちょっと待ってくださいよと。俺、3割かかってると。で、3割と2割台で給料が違うと。一生恨むかもわからんよって帰った。で、次の日、主審だよ。はい、で、北別府さんと立川のバッテリー、立川さん。で、2-3まで粘って、あいたーと思って、ど真ん中見逃したら手が出なかったんで、そしたら、ボーンあ、ダメですよね。あとはもうしょっちゅうあったのが、完全なボールを、手上げてボールとか言ってんだよ。あれって思って、手上がってくるけど、どうしたって言ったら、だから、手が上がっちゃったって、ストライクにするわ。そらないよとか言ったら、そういうのはしょっちゅう。まあ、そんなもんだよ。そんなね、世紀の誤信っていうのはないよね。あんまないですかね。でも、昔さ、石橋さんっていう人がサードを守ってたんだよね。はい、で、阪神戦で、これ退場になって出場停止を食らったコーチ知らない、審判をボッコボコにしたみたいな。審判をですか。うん、まあ、昔そういう事件があったの。はい、まあ、誰とは言えないでね。はい、ね、それで、完全にグラブに当たって落としてるんだよ。はい、それをファールにされたんだよ。おー、でも、それだと点が入ってるわけよ。はいはい、満塁だったから、うん、それさ、当たったのって言ったら、当たったマッサージ俺、真っ黒だよ。真っ黒だよ。まあまあ、そういうね、審判の話はあります。あー、ね、以上、ありがとうございました。